ワンコインの旅運転講座えっと今日はですね今日はちょっと悲しい事故のニュースを聞いたんでそれについて自分の思ったことをちょっと話していこうと思います今日のテーマえー、っとですねあれちょっとこれなんか薄いな スピードを出すな。はい。もう分かりきったことですよね。あのスピードは出すなです。まあ今日あった悲しい事故というのは、まあ大雑把に言うとですね、えー、どっかの IT 関連の社長が年末の深夜に車で国道を 146キロ、時速146キロで暴走して、その挙句、飲食店から出てきたタクシーに突っ込んで、タクシーのに乗っていた4人、全員を殺し、殺してしまったっていう事故です。まあ、まあ、当然ちゃ当然ですけど、どう考えても、そんな一般道で146キロ、 このスピードを出すっていうこと自体がもうちょっとありえないんですよね。まあただあの世の中にはやっぱりちょっとそういう想像力に乏しい人間ってやっぱりいるんですよね。なんていうかスピードを出すことがかっこいいもうそう思い込んじゃった人間が子どもの時に 痛い思いをせずそのまま大人になっちゃった結果こんなヤバい事故が起こってしまったってことですあのスピードを出していいことがあるってことはまああのほぼないですねあのプロのレーサーぐらいじゃないですか本当にそれで喜ばれるのはでもそのプロのレーサーだって 一歩交えれば命を失うわけですよ。な人間だからミスはするもんじゃないですか。でもそのミス一回が、たったミス一回が命を落としちゃうんですよ。車でスピードを出すっていう行為は。いますよね。アイルトンセナ。まあ、本当に 車でスピードを出すっていうのはたった一回のミスで命を落とすっていうこと本当にそれぐらい危険な行為だってことですそれに自分も死ぬし相手の命も奪ってしまうっていうことですねですからあのどんな道を走っててもスピードを出したら命を落とす命を奪うってうことを 常に頭に入れておいてください。じゃねえと、本当に人生棒に振っちゃうんで。まあやっぱりこれはもう、プロからのお願いです。何度でも言います。スピードは出すな。以上です。